シュラマル。もしかしてアイリー？遅い。一体何してんのよ。いや、この世は私のためにあるって一瞬びっくりしちゃって。そんなの一人しかいないじゃない。確かに一人しかいないね。まったく、あんたと来たら相変わらずダメだよね。しかも母親になっても相変わらずモサくてさ。アイリーも相変わらずだよね。10年経ってもそのまんまとか。あれやだ、のぞみのくせに褒めるとか。褒めても何も出ないよ。もういいわよ。てか何か用？中学高校と万年陰キャだったくせに意気がんじゃねえよ。いや、突然何？まったく、旦那の転勤で引っ越してきたら子供の幼稚園であんたとママ友になるとはね。陽キャの私と陰キャのあんたが。いや、てかなんでアイリが私の LINE を知ってるの？今日知り合ったママ友のスマホから抜き取った。相変わらずモラルなしでさらっと犯罪まがいなことやるよね。ふん、私は今やエリートの妻で陽キャのセレブ。この幼稚園でも君臨してやるわ。なんとなくせこい響きがするね。うっさい。あんたは昔みたいに私にひざまずいてりゃいいのよ。ふう、あ、失礼、ついため息が。私はのぞみ、平和をこよなく愛する一児の母です。現在息子が通っている幼稚園は少人数ながら丁寧な教育をモットーにする評判の幼稚園。ママ友はみんな穏やかで優しい人たちで、子供たち同士も仲が良く毎日ハッピー。しかしそんな平穏な生活をかき乱す不穏な影が。そう、それがアイリ。中学高校とクラスメートだった自称陽キャのアイリ。かつて私を陰キャと呼び、ことごとく低レベルなちょっかいをかけてきたアイリは、旦那さんの転勤でこちらに引っ越してきたということですが、いやはやまさかのママ友になってしまうとは。早速いろいろとやらかしてくれそうなアイリに私はため息をつくのでした。今度は何？今度は何じゃないわよ。どういうこと？全然話が見えないんだけど。なんで皆川さんのグループと話してるのよ。は？幼稚園きってのセレブママグループとあんたに何の関係が？子供同士が仲良しだからだけど。は？陰キャのあんたの子供が？うちの子別に陰キャじゃないから。てか子供の悪口やめて。その上、美濃川さんの別荘に遊びに行くって聞いたけど。そんなのも知ってるの？てか怖いんだけど。幼稚園の砂場で喋っているのが聞こえたの。そんなに大きな声で話したわけじゃないのに。ふふー、私の自国耳を舐めないで。てかさ、なんで私の動向を気にするわけ？うちの子とお宅のお子さん、クラスも違うじゃない。そちらのママ友さんたちとお話ししないの？ふん、そいつらみんな大したことないメンツでさ、地味でもっさい女ばっかなの。陽キャで華やかな私に話しかける勇気もないと見えてさ、遠巻きにして私を見ながらこそこそ言ってるんだよね。やっぱ陰キャどもには私のオーラは眩しすぎたのね。他の理由の可能性にどうして気づかないかな。単刀直入に言うわ。はいはい、私も皆川さんの別荘に連れてって。そうきたか。いや、私たち子供は旦那や実家に預けて参加するんだけど。私も預ける。さすがセレブママ、うるさいチビは抜きで優雅に楽しむのね。優雅かな。あんたみたいな陰キャが参加して私が参加しないなんてありえないから。てか皆川さんと喋ったことあんの？そこはあんたが私を紹介するんでしょうが。そこは陰キャに頼るんだね。いやはや、この自称陽キャ、どうやら同じクラスのママ友たちからもドン引きされてるみたいです。そりゃそうでしょう。いい歳の女が脳内年齢が低いの丸わかりな行動をとってるんですから。
正直皆川さんにとって迷惑でしかない今回の愛理のお願い。しかし私の断れという呪詛にも似た願いも虚しく、皆川さんはよろしくてよと実にいい笑顔で言ってくれちゃったのでした。 Hey, where are you now? We have two classes in the afternoon. うっさい、帰るんだから邪魔しないで。てか LINE くらい日本語使いなさいよ。もうしょうがないな、使っていいのは英語のみ。ここではそれがルールなんだよ。うっさいわね、英語は苦手なのよ。私を騙しやがって、訴えてやる。いや、誰に訴えるの？それに無理やり参加したの愛理だよ。皆川さんには感謝しないと。するか、そんなもん。内容がこんなだと知ってたら絶対行かなかったわよ。てか現地に着いたから内容説明って何？皆川さんはサプライズが大好きなんだよ。嘘つけ。さては、あんたたちわざと黙ってたわね。 That is a misunderstanding. Japanese. それは誤解よ。くっそー、セレブママたちのラグジュアリーな旅行だと思ったら、まさかの恐怖の英語のブートキャンプだなんて。皆川さんは一流の通訳として国連で働いてるし、他のママ友さんたちもそれぞれ仕事してるしね。スキルアップのために英語は必要不可欠なんだよ。そこになんで陰キャで働いていないあんたがいるのよ。これでも翻訳家だけど。え、嘘だって働きに出てないじゃない。在宅で仕事してるからね。パソコンさえあれば自宅も立派な職場よ。知らなかった。年に2回皆川さんの指導で英語力を磨いて、英検やトイックの対策とかもしてもらえるから、結構ママ友さんの参加者多いでしょ。あのもっさい陰キャどもが流暢な英語喋ってた。その陰キャだ陽キャだってなんとかならないの？うっさい、私は陽キャであることに命をかけてんのよ。いつもみんなの中心にいるのが当たり前なの。その割にはレッスンの間隅っこで押し黙ってたよね。せっかくだからここらで学んでみたら。 When in Rome, do as the Romans do の精神でさ。どういう意味これ？郷に行っては郷に従え、絶対中学で習ってるよ。あんたこの私をバカにしてんの？バカにはしてないけど、バカだとは思ってるかな。は？あ、ちなみに中学高校の同級生たちも多分そう思ってるから。いや、私陽キャだよ。そんなんありえないっしょ。陽キャ陽キャってなんとかの一つ覚えみたいに言ってるけどさ、空気読まないで傍若無人な態度取るってことじゃないからね。ん？何？わかむ人？英語のみならず漢字も読めないのか。キー、ムカつく。てか陰キャのくせに。いや、愛理がバカにしていた陰キャの皆さん、未だにスキルアップを怠らないハイスペックな方々だからね。愛理は何ができるの？中学高校の時と同じ能力と性格に年齢を重ねただけ？そんなことないもん。ちゃんと成長してるもん。横幅だけ成長するのは正確には成長とは言わないんだよ。あべし、なぜ急に北斗の剣ネタ？あんたなんかもう友達でもなんでもないんだから。いや、もともと友達だったこともないから。ひでぶ、北斗の剣大好きだね。こうなったら幼稚園の運営側に訴えてやる。は？ママ友達に無理やり旅行に誘われて嫌がらせをされた小理事長に言ったらどうなるかしらね。どうなるの？あんたたち全員めっちゃ怒られる。アホか。アホって言うな、この陰キャが。ふん、私が本気になればどんな男もイチコロよ。むしろ理事長を本気で誘惑して幼稚園を私の支配下に置こうかな。理事長女性だけど。え、あと一応言っとくけど、皆川さんその理事長のお嬢さんで次期理事長だから。は、目で手こすじけ。ついに日本語すら崩壊したか。なんで理事長って言ったら男でしょ。
てか皆川さんがって、へー、だいぶ混乱してるね。そんな、じゃあ幼稚園を牛耳るという私の野望は。 That is impossible。 へ、そりゃ不可能ね、って隣で皆川さんが言ってる。プギャオーピノカー、と隣って、へ、は、アイリが英語レッスンサボって行方不明になるからみんなで心配してたんでしょうが、まさか今まで。うん、みんなでこのやりとりを見てたね。いやー、もう大笑いよ。嘘、皆川さんからの伝言です。手っ取り早く日本語で言うね。理事長であるうちの母を誘惑とか何考えてるんですか。この幼稚園にいらして以来あなたに関する苦情が殺到しています。このままでは周囲のお母様方、先生方、子供たちにも悪影響です。ごめんなさい、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 何でもしますから許してください。では今すぐ戻ってきてみっちり話し合いましょう。は、はい。あなたにも分かりやすく日本語でね。それから15分後、アイリは顔面蒼白で別荘に戻ってきました。折しも天候が悪くなり雷鳴が轟くという抜群の効果の中、皆川さんとの話し合いがスタート。私たちママ友は別室で待機していたのですが、話し合いから戻ってきたアイリは陽キャのオーラはどこへやら、もうなんつうか真っ白に燃え尽きてましたね。とりあえず雷に照らされながら微笑む皆川さんがマジモンに恐ろしかったとか、キエー。こうして波乱の旅行は終わり、再び日常が戻ってきました。アイリはあれ以来陰キャを通り越して空気とかしています。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。